動くパックンフラワーの森。動くパックンフラワーの森ですね。このコースはですね、亀裂めちゃめちゃしますからね。押した瞬間パックンが来るっていうシステムなんで、でこの後とかもめっちゃ難しいのよ。亀裂させられまくるから気をつけなあかんよ。ほい。で、どうなる？パックンがね、なんかめっちゃこう上下、ほら、こんなんやからみんなで押し合いしてたら亀裂すんのよ。なにこれ？うわ、嘘つき。こういうことやね。こういうのがさ、読まれへんと、わからへんのよ。いけ、よし。いて、生ぐらいか。で、ここの生ぐらいは、キノコ取れるからいいのよ。フリを取らすか。オッケー。しまった。結局予約されたか。じゃあ、貫通できます。大丈夫か？アイテム取ろう。さ、マリオ小さいまま来ているが、アイテム取るよな。デカパックンだ。さあ、どうなる？うわー、これ難しいよな、やっぱ。残っとき残っち。しまった！うわっ！さあ、死んでるピンポン、死んでるピンポンと貫通です。さあ、どうだ？フリをずれた！オッケー！油断したな、完全に。確かにもう勝ったと思うよな、あそこまで行ったら。今んとこもなんかさ、走ったら勝ち確みたいな感じしたよな、確かに。俺もそうかなと思ったけど、マリオが、さっきやったからよかったわ。ザ・タワーサウンドエフェクト。サウンドエフェクトですから、音聞いてるせいかもしれません。行きましょう。さあ、どうだ？あ、待てよ。そう、あれか。制作者用はあの、気持ちいいコースかもしれんね。え、なんで青いって嘘つくなよ。俺も記憶わからへんかったやん。ふっ。さあ、間に合ってくれ。確かここやったな。まっすぐやな。よーしょ。オッケー、まっすぐ。マリオどけ。ダンシングスルー。ダンシングスルー、スタートー。さあ、加工。行きましょう。ゴー。さあ、なにこれ。オートマリオみたいなもんか。ダンシングスルーやから。このまま踊り狂ってねえことやろ。サービスコースですね。パン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 。そしてこれをなんか出るぞ。急いで出た。うわーでもかなりロスかぶっちまったな。ふっターン。あぶね。マリオプリッとして。さあ、この横じゃ、よし、締め切れ締め切れ締め切れ締め切られたら一番面白いのにな。やばいやばい、これは猫に抜かされる。あ、よかった、あいつ食らってくれた。ほい、スタート。さあ、ピョンチュー、かわしていく。鮮やかに、いいですよ。さあ、フリを食らった。いいですね。あ、これこの間やったな、俺。なんか猫で買ったやつやろ、これ。そんな気がするな。ほい、よいしょー。さあ、走り込んでいく。さあ、後続に負荷をかけていく。申し訳ないですが。で、ポンポンポン。うわー、貫通か。どうだ。ふっ、子猫ちゃんに変わっているだと。いつの間にか。ゴリン。スティックさばき。スティックさばきが重要なコース。バトルコースかな、この感じは。スタート、ルイージ行きましょうか。子猫ちゃんと一緒のとこ入っちゃったんだよね、二人で。ほい。多分バトルコース思わんかったやろうね。はい。はい、そして、このスティックさばき、そういうことや、ほんまやな。あの、壁スーってなったらあかんもんな。さあ、オンフ、押してもらおうか。ここで待っといたらいいわ。こっち。オッケー、ナイス、これ行こう。ふっ、トン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 。いいですよ。ワッツー、スリー、フォー。ワッツー。からの、シーソーゲームやぞ。よし、ナイス。ここ、協力しよう。何がナイスか分からへんけど。ふっ。急げ。あ、俺のが早い。フリオとどっちだ。危ない。今の俺が先入っといてよかった。俺としてはめちゃめちゃ危ないよね。エスケープでバウザー。エスケープバウザーですね。さあ、これは、クッパ戦か。すみません、最後飛び越えられるタイプかもな。くらえ！連打じゃ！油断したな。そりゃそうやろうが。うっ。これは飛び越えられるか。しまった！誰かいたずらしろ！いたずら読み！もう一度！よっしゃ、オッケー！いたずらしなければ俺が勝つことはなかったんだがな。クッシュド。一回もダメージ受けないでゴールですから、これファイヤー取っても意味ないよ。当たり判定でかくなるだけですよ。取ったら損。スタート。さあ、取った人がいるが、それ損ですよ。どうしよう。これ上がゴールなんかな、もしかして。いや、そういうわけじゃないな。その弾を使っていくかなと思ったんですけど。生ゴールだ。おー、マリオン、鮮やか。みんなでバトル。さあ、ピングレス行きましょうか。みんなでバトル。さあ、来たー。シンプルなコースやね。ルイージタッチやね。トン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 。まあ、ここでも並列やね、ほぼみんなね。はい。
はい。多分みんな同点やと思う、ここまで。ふっ。ちょっとしたミスで決まるんかな、これ。さあ、ぐるっと回して。さあ、マリオどうだ。やばい、ちょっとミスだか。ふっ。少しロスをかぶっちまったが。これぐらいとまだわかりません。ルイーズと同じように見えますね、動きが。はい。こちら当てる？さあ、どうだ？USできた！連打の速さでいくわ、ここは。一気に追い上げます。すべてのミスを挽回するために、この連打力。ああ！いっけー！おーらららら、どうだ？おいー、ザ・ファーストスノーフォール、ファーストスノーフォースタート。ーさあ、ここはまあなかなかね、難しいコースなんですよね、これ。ほんまにね、勝率悪いです。めっちゃ難しいコースですよ、これ。さあ、フリーを取ってって、俺がねじ込みたいけどな。まあ、メット後で取れるからいいか。オッケー、後で補充あるんでね、メットに関しては。行こう。え、いじまる、ドールパーセンテージ。さあ、地面から離れたら着地しないでゴール、まずい。さあ、よっしゃ、大分すでに条件はなくなっていますが、俺は取れた、俺は取れた、やったか。さあ、コードの方はどうだ。コードは足りる、コードが足りた、オッケー。1の10、1の1スタート。ーさあ、大分がうまいこと競り合わずに前出ましたね。キラプレ用意される、やばい！うわー！もうなんでやねん。怪しい発電所。怪しい発電所スタートー。さあ、これは怪しいな、確かに。昨日と音ではいいな、これ。怪しすぎる。ふっ。さあ、なんか上からほら、パックンとかベルトコンベヤとかで、ちょっと怖い感じするね、猫取ろうか。ごめんな、ルイージ。よいしょ。さあ、マリオの方の連絡がないぞ。逃げてるな。ごめん。回収させてもらったわ。かぶりつけ、パックン。今までかぶりついたらもうマリオぶち切れやってんけど、耐えたみたいな。でもマリオかぶりつかれてそうやな、その後。おらへんもんな、アイコンがない。さあ、オノフが切り替わって、このせいじゃ猫軸やからさ、猫取った方がいいね。さあ、ルイージ来た、まずい、怪しいな、この発電所食らうな。生ぐらい捨てだ、生登り捨てに変わります。ほっ、猫来るからやばい、猫は登りやすいから。ほいほい、さあ逃げて、青いと逃げなし伸ばせ、そう加速や、いいぞ、ほい。すごいな、1の3とかで書いてあったけど、めっちゃむずいやん。いきましょう。ネバーテルユー、ネバーテルユースタート。ーうわー、伸ばしコースかー。すげえ、なにこれ。うわー、これ上から行った方がいいね、こうやね、さすがに。よっしゃー、はじめちゃめちゃうれしい、よな。